ずいぶんしょぼくれた顔してるじゃないか。悩みがあるって言うなら私に話してみな。こんにちは、こんばんは、すみです。今回はしずね先生使っていきたいと思います。前回かなの時にゲットしてたんだけど、で今回投下させたんですけど、一度使ってみた動画撮ってたんだけど、ちょっと編集をしていなくて、編集しようと思ったら、あれファイル消えてるね、ファイル消してたということで、改めてちょっとやっていきたいと思います。多分ね、動画出してる段階ではオセロニア学園かな、終わってると思うんですが、ちょっとしずね先生こんな感じだったよっていうちょっと振り返りとしてね、ちょっと使っていこうかなというふうに思います。コロシアムでいきましょう。ちょっとサボり気味な学園会コロシアム、あと1日でこんな感じなので、急ピッチで頑張りましょう。はい、バトル開始。こんな感じ。最近はノクタニアかなの投下、ちょっとね名前がね忘れがちだからね、ノクタニアの投下をリーダーにして、あとオシャンティを抜いたって感じかな。オシャンティ抜いた。でその代わりに英語マにハピアをちょっと交換して投下させてって感じなんだけど、もう一枚竜林は入れたいなと思ってるかな。うん、なんかねオシャンティの時はよくオシャンティ来てくれるんだけどね、ドゥンラーとハピアになったら全然来てくんないっていうね、はい、3枚は入れたいところだね。はい、ってことでいきましょう。あ、なんだっけ、3周年だったっけ、あのほらランドタイラント、あれも竜林だったよね。あれは欲しかったね。あれそうだよね、持ってないよね。はい、行きましょう。持ってないはず。たまにねボックスとか見るとあれみたいな、あ、これ持ってたね、あったりするんで、多分持ってないはず。でやっぱりシェンメイとか多いですね。あとはメイレンか、そこら辺やっぱ欲しいよね。ありがとうございます、よろしくお願いします。リーダーが呪われる。これ 1.7 倍なんだよね、コンボスキル。なかなかよきよき。置いておきましょう。ボルートはリーダーで2枚呪いだったっけ。結構ね忘れてるところ多いんで、そう、うわ、ノクタニアン呪ってくるか。ここはドゥンラーを置いていきましょう。 OK、 2呪いっていうのはちょっと嫌だね。で先ほど言ったんですけど、なかなかこの子たち来ないよって言ったら来てくれましたね。は？来るからってちょっと怒られてる感じだけど、 OK、 ちょっと画面がね固まるかもしれないので、そこは都度直しながら行きましょう。このコマはね呪われた時なんでね、はい、まあ、普通にあの神タンと同じような立ち回りをして、どんな感じなんだいみたいな。でもシェンメ、投下シェンメかなとか、そのめちゃくちゃ火力出せる子とかだったら、まあクロス打ちとかして、まあ、バリバリ削っていく、まあ、攻めていくっていうのもまあありだよね。なんだそれ。全呪いの状態は作りたいんだよね。OK、とりあえず呪いと毒はカットカットしてって、ちょっと2呪いは嫌だな、なんか見た目が嫌だよね。はい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 、どこかな。そこは怖いんで、回復したいよね。ここにしよう。回復して回復。OK。アズリールのコンボだけちょっと気をつけて。で、ニンブスの方がいいかな ?1.8 倍。ニンブスは火力出せますね。2倍だよね。呪われてると2倍だね。
で、これは普通に、だからあれなんだね。はい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 、なるほど。じゃあいきますよ。これ2呪い捨ててこうかですね。ここ行きましょう。 1.8 倍かな。 OK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 。 ハピアが取られる。あ、取ら、アンクイーネだよね。欲しい、めちゃくちゃ欲しい。来ました、しずね先生ですね。しずね先生使う、使いましょうか。使いましょう、せっかくなんで使いましょう。神秘な指導が新城さん、いいっすよ。 OK。 これ初手で出したりするの、難しい。ありがとうございます。はい、ってことで、ただいま1日の段階でこんな感じ。もうめちゃくちゃ、学園のこのコイン集めるのちょっとおさぼり気味なんですが、ちょっと頑張ろう。本当にね、振り返り動画って感じになってますが、まあちょっとゆっくり行きましょう。ゆっくりね。メイデン、今ね、最近はそうだね、やっぱり単発ドリーム狙いで、あの1個熱引いてって感じかな。今属性なんとか来てるからね、コレクションカーニバルみたいな。ゆっくり行きましょう、ゆっくり行こう。ちょっとね、さっきあのコロシアムでね、ちょっと神経使ったと思うんで、ゆっくり行きましょう。ミューニが 1.3 倍、 1.4 倍か、3ターン内で 1.4 倍のコンボスキルが2枚呪いで、メイデンはメイデンってあんまり使う機会ないからね、持ってないからさ、コロシアムとかで使うことがないんですけど、ちょっと軽く見てみましょう。ちょっと強く ね、 遅いね。はい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 、強すぎかよ強すぎで、しかもこれで貫通なんだもんね、メイデンね。すごいわ。でもトレグレニクとかシェンメイよりかは火力は出ないんだよね。そうだよね。何このカット、うわー超カットしてる。ミューリー、でしかもこのミューリーのコンボスキルが貫通なんだよね。そこが優秀。ジーク1枚ジークですね。だからやっぱりその捕食の駒っていうのと、まあ暗黒はまだね、あってもなくても画面が止まってしまったんですが、今何と言ったんだミカエルは、そこをなんとかっても言ってましたけど、走ってたのかな、ダメですね。この駒貫通、これ何倍なんだろう。 1.2 の140、 1.3 の110。なるほど、なかなか調節されてるね。大丈夫、ちょっと火力出さないと意外と押し切れなさそう。角っこ取るよね、ミラクレル。これずっと600だっけ。鍛錬の成果を見せる時、はい、まあ倒せるのは大丈夫だと思うんだけど、もちろんね、まあのんびり、最後はのんびりと。で、単発ドリームちょっと引けるガチャあるかな。最後の単発ドリーム目当てでね、ガチャ引いて終わりにしましょう。もしあれば、なかったらまあまあまあで、ね。お、メレイン。1.7、1.5? あ、じゃあ下に置いた方が軽くでだね。でも十分です。メイデン欲しい、シェンメイも欲しい、悔いはない、まあ、トレグレニクでも、いやシェンメイ欲しいな。はい、ってことで学園コイン集め急ピッチ頑張ってますよという感じでございました。これで80万円だね。 OK。
そうコレクションフェスタ来てるんで、これまあ狙う方はね、いいと思うんですけど、神コレ、あ神コレあるね、白話か、なるほどなるほど、アンクイーネ欲しいよ、アンクイーネ欲しい、まあネイトとかそこら辺もねもちろん欲しいけど、なるほどね、リンゲも、クイナも欲しい、クイナも欲しいよ、欲しいよみんな、あとこれ英語も欲しいよね本当にね。はい、ってことでこれにしようか、もう他引いちゃったんでね、段取りね、神これ引いていきたいと思います。狙うは持ってないのは白は持ってないので、白は来てくれたらなと、ジゼルは出ないんでね、はい白は狙いでいきたいと思います。ってことで今回はまあ動画出してる段階では終わってると思うんですが、学園コロシアム頑張って使って集めているようではなくて違うね、今回はしずね先生だった、しずね先生、10日のしずね先生を使ってみましたという感じの動画でございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。では神これ、はい、最近虹見てない、では行きましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。